こんにちは、速座塾の久保です。ちょっと懐かしいミニカーが出てきましてね、これで最近は遊んでいるんですけども、まあ私ではなくてヤマトくんですけどね、えー、昨年の今頃与えたものなんですけども、昨年は興味持たなかったんですが、今は結構ね、これで遊んでるんですよ。まあ、車ってものがどういう風に楽しむものかってことがだんだん分かってくるっていうところでもあるのかなと思います。さあ私たちはですね、こういった自動車に乗る際に、航続距離と そそれに適したガソリンのの他の燃料が必要だってことは分かってます、まあ、例えばこの車が5 0 0キロの航続距離を持っていたとしてガソリンが半分しか入っていなければ、まあ、半分しか進めない2 5 0キロしか行かないんだなってことが分かるんで、まあ、ガソリンスタンドに行って給油するってことになると思うんですよ。で人生もこれに例えてみるとね自分の人生があとどのぐらい続くかなと。 その人生において自分はガソリンつまりお金をどのぐらい使うかなっていうふうに目算を立てたときにあこれ足りないんじゃないかなと思ったら足りない分をなんとかしようとするはずなんですよ。まあ目的地に車のガソリンが足りなければ給油するみたいにね。で私たちがお金を継ぎ足そうと思ったら何らかの仕事をして対価を得るってことになります。でこの仕事をして対価を得る。 という作業の裏にはですね仕事をするための時間ですとか、まあ、仕事っていうのは誰かの役に立って誰かの問題解決をしてそのお礼にお金をもらうっていう仕組みですから、うん、自分に誰かの悩みを解決する、まあ、能力が必要になってくるんですよね。で場合によっては自分で集客をして困った人自分から商品を買いたい人を探してこなくてはいけないってことになります。 まあでもそれが苦手な方はどっかの会社に属してその会社が割り当ててくださった作業をすることによって直接お客様の悩みは解決してないんだけどもでも会社に言われたことをすることによる作業の対価によってまあ自分のお金を得るということをする場合がありますよねその場合の賃金っていうのは結構安いんですよね、まあ、このように収入を得ようと思っても様々な理由やバランスからなかなかうまくいかないことって多いと思うんですよ さあそこで私が選択するのが FX なんですけどね。いや FX の仕組みってのはすごいですよ。誰もがこの仕組みを使ってそこから無限にお金を持ってきていいよって仕組みなんですよ。しかもそこに参加した人はお金を失うことも許容して参加するわけですよね。まあですんで遠慮なく持ってきていいってことになります。まあそこには お金でお金を増やそうとする人の集まりがあってそして一部の方はそれを実現して大半の方はそれが実現できないというそういうふうなバランスになってるんですよねじゃあお金を得る人とお金を得ることができない人どんな差があるんでしょうか私は3つに分かれると思います1つ目は FX の世界に入ったのに専門用語すら満足に覚えられない人まあ専門用語が頭に入らない方ってのは勝てませんよね まあですんで、まずは、専門用語がきっちり入ることによって、その FX という市場の意味が理解でき、どんな時に FX に、いわゆる、高値が生じて、安値が生じるのか、どこで資金を投入するべきなのか、資金を投入しちゃいけないタイミングはどこなのかってことを知ることができます。ですんで、専門用語一つわからない方は、まず FX の勉強ができませんし、現状認識ができませんので、 ここれは勝ててるわけがなないいっっとになっちゃいますよねギャンブルみたいなもんですですんでこの超反爆地みたいなギャンブルを避けるためになるべく自分の中に専門用語そして2段階目はロジックが入っていなくてもなりません FX で勝つための2つ目の秘訣はロジックつまりテクニカルという技術なんですよテクニカルという技術身についてますかって聞いた時にいやどうですかねっていう人とあ自分は大丈夫ですだいぶ頭に入りましたからっていう人が 同じ土俵に乗っってどっちが勝つでしょうか。当然いやテクニカル覚えてるかなーって自信のない人とか実際に覚えきれてない人がしっかりと覚えた人やそのテクニカルを使いこなした人に勝てる例はほとんどないですまあこれもボクシングで例えるとシャドーボクシング一つしたことがない方がねリングに立ちました百戦錬磨のマイク・タイソンみたいなプロフェッショナルと同じリングです勝てますかってことなんですよ一発で、 もうダウンしてしてままいますよねダウンだけならいいんですけども再起不能になる可能性は非常に高いですまあ仮に FX での再起不能ぐらいで済めばいいんですけども人生の再起不能ってのもありますよね強烈なパンチを食らうことによってもう足腰立たなくなっちゃった日常生活にももう潮きたそうになっちゃった FX にはそういうことがありますが人生でも同じです人生でも生半可な鍛え方でプロのリングに立てば プロフェッショナルに打ちのめされて、その市場から退場せざるといけないばかりか、日常生活にも深刻なダメージを、後遺症を得ることになるんですよ。よく言いますよね。FX で大きな借金作ってしまった。あとは借金返済のために、働いちゃあ会し、働いちゃあ会し、みたいな。そんな人生が始まるってこと。聞いたことあると思います。これは、今ではあまりないんですけども、ちょうど2500年、2005年ぐらいですかね。2500年じゃないですね。2005年ぐらいです。 あの頃に FX が一般大衆化した際にですね税金の知識がない方が一時的に FX で儲かったものを全部使っちゃったとそして1年かかって納税のタイミングでじゃあ昨年は何千万買ったから今年は何千万の税金を払ってくださいって通知が来た時にえっそんなお金なかったですよみたいな感じで税金や金融やお金の知識がなかったばっかりに買ったがゆえに 大きな損失を得てしまうそしてお衣装を求められたり破産をしたりとか、まあ、そんな人生があったよってことなんですけどね、まあ、今ではねこういったことがないようにさまざまな保護ですとか情報通達がなされてますんでほとんどの場合でこういったミスはないと思いますはいここまでお話ししてきましたけども FX まずは知識が入ってますかってこと二つ目はテクニカルの技術がありますかってことこの二つで大抵 FX はもう勝負あったっていうことになります、うん で、三つ目なんですけども、三つ目も結構肝心でですね、精神力なんですよね。精神力ってのは、FX ってのはお金を使ってお金を増やす方法ですから、例えば、一回のエントリーといって、まあ言ってみればお金をかけるわけですけどね。お金をかけるときに、1万円が出せる人と、100円なら出せる人で、大きく勝負が分かれてきますよってことなんですよ。もちろん初心者のうちは、 10円、100円みたいな小さな金額で行くことをお勧めしますし、デモトレードってのもあるので、特に大きな精神力を使わずに済むと思います。でも、自分の人生を大きく変えようと思えば、それなりの金額を投入していかなければ、短期間で大きな金額、数十万、数百万という利益にはならないわけですよ。そうなると、エントリーする金額は徐々に大きく捨てざるを得ないんですよね。でも私たちは、100円や200円で買い物する際、 使う精神力と50万100万のものを買う時の精神力って大きく変わってくると思うんですよ FX も同じで1回のエントリーに数百円数千円ならまだしもね数万数十万っていう金額を左右するようなそんなエントリーにはかなり神経使うんですよだからこの金額の圧力にも勝っていかなくてはならないんですよねそれが精神力の勝負になってきますこの3つ目の精神力に抵抗し難い方がやっぱり FX の世界ではなかなか 大きな実績が出,出ずに飽きてしまうということになります。確かにね0.1ロットでエントリーして、まあ、数百円数千円というやり取りも十分なトレーニングになりますけどもじゃあ仮にね1年かかっても2年かかっても3年かかっても同じロットでエントリーしていて何か人生変えることができるんですかというふうになっちゃうんですよ。まあ、ですので FX の取り組み以上いつまでにどのぐらいの成果が出るかっていうことも意識しなければなりません。 もちろんいつまでに1年かけてって言っても1年後になってない場合もあるんでその場合は延長せざるを得ない場合があります焦ってもしょうがないんでねしかしですねまあ5年経っても10年経っても FX でお金が稼げないとなるとこれは本当に FX っていうものを選択して良かったのかどうかちょっと考えた方がいいんじゃないかなっていうところがありますね、まあ、特に1年かけて FX の専門用語が入っていない 2年かかってテクニカルが頭に入ってないっていうのはちょっと時間のかけすぎでもう人生が待ってくれませんもちろん小学生や中学生ならいいんですよでも50代や60代になって、まあ、大変なことだと思いますけどもテクニカルがもしね1年かかっても頭に入れないようでは多分人生のスピードとアンマッチになってくる可能性が早いんですよ、まあ、ですんでちょっと頑張ってねスピードアップして覚えていくってことが求められると思いますあそそして 最後に FX のことについてなんですけども絶対的な欲望を持つことが大事ですその欲望ってのは絶対にこれが欲しいこのぐらいの金額がいるから FX なんだって思えるか絶対にこれはしたくないこの状況を避けるためにはこのお金がいるんだだから FX なんだっていう強い思いですねまね、あ、この FX を何でするかという FX を手段とするべき目的が明確にありますかってことこの目的がなければ なんとね、FX が目的になってしまって堂々巡りの始まりになるんですよ。あくまで FX はお金を得るための手段ですから FX 自体が目的になるってことがないようにしていかないといけないかなと思ってますねじゃあ本日は以上でございますありがとうございました